KPP グループホールディングスはペーパー&ボート事業、パッケージ事業、デジタルプリントなどのビジュアルコミュニケーション事業、古紙・パルプなどの製紙原料事業、環境関連事業、不動産事業などの事業セグメントを有する総合循環型企業です。KPP グループの前身の大同洋支店は1924年に大阪で設立されました。設立翌年には海外進出を開始し、上海、天津、台北、香港をはじめとするアジア各国に事務所を開設しました。第二次世界大戦によって一時は全ての海外拠点を失いましたが、終戦後に海外への再進出を目指し、1956年のシンガポールを皮切りに、1969年メルボルン、1970年ジャカルタなどの ASEAN 諸国をはじめ、オセアニア、中国、北米、ヨーロッパへと拠点を拡大しました。国内事業においては、1973年に輸入パルプの貿易商社である王子連合通商と合併、1999年には紙流通再編を主導すべく大手紙商社の日亜と合併し、社名も国際紙パルプ商事に改めました。また2006年には江戸初期創業の服部紙商事と合併、さらに2013年の住商紙パルプとの合併によって事業ポートフォリオを製紙原料分野にまで拡大しました。2018年に東証一部上場を果たし、本格的に海外 M&A によるインオーガニック戦略に舵を切りました。2019年にはオセアニアの業界大手スパイサーズ、2020年にはヨーロッパ最大手のアンタリスを買収し、 KPP グループの傘下に収めています。 KPP グループホールディングスは東証の市場区分変更に伴い最上位のプライム市場に移行、現在は連結対象社数91社からなる世界45カ国147都市157拠点のネットワークを構築、紙パルプ関連流通業界において連結売上高国内第1位、世界第3位へと躍進しました。国際紙パルプ商事は国内はもとより世界の製紙メーカーやパルプメーカー1200社以上のサプライネットワークを生かし、国内外3万社を超える顧客に製品を届け、多くのソリューションを提供しています。主力のペーパー事業では文字・活字文化を支え、教育に貢献するとともに幅広い紙の用途をカバーしています。パッケージ事業では大手飲料メーカーとのクローズドリサイクルを実現、また店頭に並ぶ食品容器やお土産用の箱として環境負荷の少ない紙容器を開発することも私たちのテーマです。近年ではプラスチック製品の代替として環境負荷の少ない紙ストローや紙皿など紙製品の需要も増えています。他にも継続的に製品の自社開発に取り組み、シールで切り花の寿命を長持ちさせる花思いシリーズはロングセラー商品となっています。1896年設立のオーストラリア有数の紙商社スパイサーズは、現在オーストラリア8都市、ニュージーランド4都市、計12都市に事業拠点を構えています。主力事業である印刷・包装部門とビジュアルコミュニケーション部門において顧客に様々な製品・サービスを提供しています。
印刷包装部門では商業印刷やオフィス用紙のほか、食品包装、シール、ラベル用粘着紙をはじめ、豊富な品揃えによって顧客満足度を向上させています。ビジュアルコミュニケーション部門では、サイネージやディスプレイ、カーラッピングなどの資材から、インクジェットプリンターやワイドフォーマットインクに至るトータルソリューションを提供。スパイサーズの行き届いた顧客サービスと多様な製品、そしてスタッフの高いスキルによって競合他社との差別化を図っています。また KPP グループの一員となったことによって、事業エリアを拡大し、インドを含むアジア・パシフィック地域20億人市場をカバーしています。アンタリスはヨーロッパの紙商のリーディングカンパニーとして、ペーパー事業とパッケージングおよびビジュアルコミュニケーションのソリューションを提供しています。世界69カ所に流通拠点を有し、広範囲かつ多様な製品のカスタマイズに専門知識と技術力で対応し、高度で画期的なサービスとソリューションを顧客に提供しています。アンタリスの主力事業であるペーパー部門は、プリンティングやオフィス用紙をはじめとし、ハイエンドからコモディティまで豊富な品揃えを実現しています。ビジュアルコミュニケーション部門においては、経験豊かなマーケティングチームがハイレベルなユーザーサポートをベースに、屋内外のサイネージ、ポス広告、装飾アプリケーションなど、フレキシブルメディアとリジットメディアも提供します。またパッケージ事業においては、ヨーロッパ主要国に5カ所のデザインセンターを保有し、優れた専門知識を持つメンバーがカスタマイズされたパッケージングをプロトタイプにまで仕上げる高度なサービスを提供しています。さらに e コマースウェブソリューションと EDI との連携によって、ヨーロッパ、南米など世界30カ国以上の国において、顧客はウェブストアからカタログにアクセスし、すべての製品を注文することができます。アンタリスは社会的責任を果たしながら、事業ポートフォリオの拡大、デジタルトランスフォーメーションの促進、チームの開発、利益向上に取り組んでいます。 KPP グループの強みは、中央集権的なビジネスではなく、これら海外グループ企業や地域に合わせて最適化したビジネスモデルを採用しているところにあります。KPP グループは、環境負荷低減をテーマに、持続可能な社会の実現に向けて様々な挑戦をしています。脱プラスチックという国際社会の大きな動きの中、国際紙パルプ商事はグリーンビズプロジェクトを立ち上げ、プラスチックの代替品として使用できる製品の開発、流通に取り組んでいます。また紙を主原料としながらも、プラスチックの機能や特性を持つ新素材の開発にも取り組んでいます。このほか、環境関連企業への投資も進めています。2022年にはオージファイバー株式会社を買収。これにより、環境に優しい成分解性に優れたオーガニック素材を原料とした紙の糸王女が商品ラインナップに加わりました。またセルロース残渣や間伐材、放置竹林などの廃棄植物を原材料に使用する非プラスチック製品の原材料販売と製品製造を手掛ける株式会社アミカテラに出資して、プラスチック代替製品の開発に取り組んでいます。総合循環型ビジネスモデルを目指す国際紙パルプ商事は、国内古紙問屋のネットワークであるリサネットを主催するとともに、自社直営ヤードと連携して製紙メーカーの各工場に紙の原料となる古紙を納入しています。現在当社は国内市場に約180万トンの紙、板紙を流通させていますが、
その 60% 以上を古紙として回収し原料化しています。また当社が循環型社会の実現に向けて展開するオリジナル古紙回収システムタウンエコモは、家庭で発生する古紙をスーパーなどに設置したリサイクルボックスで回収し、古紙の重量に応じてポイント還元するシステムです。オフィスエコモは、オフィスで発生する機密文書を回収してリサイクルしています。当社が提供するエコモクローズドリサイクルサービスは、顧客企業への紙供給と古紙回収を一元的に管理し、資源循環の実現とリサイクルループの見える化をサポートします。さらに AI や IoT などの技術を活用して、バイオマス発電所の効率的な運転を支援する BM エコモをサービスインしています。海外グループ企業のスパイサーズとアンタリスも、環境負荷低減に貢献する商品やサービスの開発に取り組んでいます。スパイサーズは、環境負荷低減に資するサステナブルな商品を一挙に掲載したカタログエンバイロンズをリリース。エンバイロンズは、サステナブルな紙ベースの商品紹介だけでなく、その原料調達から製造、原材料の廃棄に至るまで、プロセス全体において環境に配慮するサステナブルな選択を顧客に提供します。アンタリスは、ヨーロッパにおけるパッケージング業界のリーダーとして、環境への影響を抑えるための重要な役割を担っており、責任ある調達と環境に配慮した製品開発に取り組んでいます。顧客のサステナブルな製品を選択したいというニーズに応えて、製品が環境に及ぼす影響を客観的に評価するグリーンスターシステムを開発しました。グリーンスターシステムには、原料と製造プロセスに関する重要な情報が組み込まれており、各製品の環境パフォーマンスを5段階で評価します。このグリーンスターシステムは、顧客企業の環境負荷低減に向けた取り組みを分かりやすく伝えるために活用されています。このように持続可能な社会の実現に貢献する KPP グループは、今後も革新的でサステナブルなサービスとソリューションを提供してまいります。KPP グループは、創立100周年となる2024年をターゲットにした長期経営ビジョン、ギフトプラスワン2024の実現に向け、海外 M&A 戦略によるグループ企業とのコラボレーション、成長分野と期待される環境関連事業の拡大、環境負荷を低減する仕組み作りの促進、古紙の回収と製品販売による循環型ビジネスの展開によって、地球に優しい社会の実現に貢献します。 KPP グループは、これからも紙流通における世界のリーディングカンパニーとして、グローバルでの連携をさらに強化し、社会に必要とされる企業集団として、パーパス経営の実現を目指します。紙でつなぐ、未来をつくる。